目を覚ませカカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなことオラ死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんじゃな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ、吹っ飛ばすぞ。カカロットよ、子供は預かっておく。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。わあ、お父さん、おめえどうしてここに。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。ブルマ、レーダー貸してくれ。え？あ、はい。おめえ、均等の速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ、死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。
どこに隠れやがった。オラの本気見してやる。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。まねえな。手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ほんとか。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間、奴と一人で戦って注意を引きつけろ。よし、食い止めてみっか。それじゃ、もう戦えねえはずだ。ほらや、みんなを殺そうとするひでえやつは兄貴なんかじゃねえ。とっとと地球から出て行って、二度とここへ来んな。ご飯はありだな。やはり貴様は一族の恥だな。一流の戦士とはこういうものだ。覚悟はいいか。まさか。何？魔眼光殺法。この俺がこんな奴らに。助かったぞ、ピッコロ。おめえがやんなきゃ、オラがやられてた。ふん、二人まとめて死んでくれればよかったんだがな。貴様はどうせ仲間がドラゴンボールで生き返らせてしまうだろうが。ドラゴンボールだと？ああ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソったれ。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、はるか宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人は、いていつここに。一年。たった一年後だ。一年。さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。ごはん、そろそろオラと行け手合わせしてみっか。お父さんと。自信持てよ、ごはん。
この短期間ですんげえ強くなったぞ。なあピッコロ。うん、貴様の甘やかしがなかったらもっと強くなっていたと思うがな。そう言うなよ。おい、どこへ行くんだ。よし、行くぞ、ご飯。で先祖もらってくる。ピッコロ、ご飯のこと頼むぞ。すんげえ気が集まってる。もう始まっちまったんか。助かったぜ、悟空。悟空？そうか、貴様がカカロットか。見ただけでわかる。悟空、俺も行くぜ。数が多い、一気に片付けるぞ。お、天津飯に先祖食べさせてやってくれ。
悟空。おめえの相手はオラだ。へっへっへ、せいぜい楽しませてくれよ。見えた。クリリン、俺たちも行くぞ。はい。オラの本気見せてやる。ふっ、ふっ、いやー、いやっ、あっ、めっ、あっ、めっ、あっ、チェ、うろちょろと目障りな奴らだ。まずい。なんだ、さっきよかも力が湧いてくる。ピッコロさ、ピッコロ、チェ、バカめ、死ぬ順番が変わるだけだってのによ。ピッコロと一緒にここを離れるんだ。戦いに巻き込まれねえように。お父さん、ご飯、カメハウスにはブルマがいる。あいつに頼めばピッコロの体をしばらく保存できるはずだ。ヤムチャ、ご飯を任していいか。わかった、絶対死ぬなよ悟空。あいつ、なんで平気で歩いてやがるんだ。傷もない、体力も回復しているようだな。どうやら奴ら厄介なものを持っているらしい。いいのか悟空、体を保存したところでピッコロはもう。ああ、ドラゴンボールは永久になくなっちまった。そのことなんだけどさ、もしかしたらなんとかなるかも。どうにかできるのか。悟空と天津飯たちが合流する前に、あいつらピッコロのことをナメック星人って言ってたんだ。詳しいことは後で話すけど、今は。ああ、なんとしても勝たなきゃな。まとめて来ようが同じことだ。皆殺しにしてやる。無茶すんなよ。あ、畜生、ヤムチャさんもいてくれたらな。あれ、チョウズはどこ行ったんだ。動けるようになったからって調子に乗るんじゃねえぞ。あそいつはどうだ。やはりな、カカロットの戦闘力が上昇している。
どうやってあれほど動けるようになったかは分からない。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることだ。まさかそのことを知っていたのか。さあ、すまねえベジータ、助けてくれ。なーに、動けないサイヤ人など必要ない。死ね。それに今の力、俺たちではどうしようもない。すまねえな、みんな。ほら、あいつと一対一で戦してくれ。悟空、分かった。天心が、早く行こう。悔しいけど、俺たちじゃ役に立てそうにない。しかし、おい、場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。では、努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。に月が見えていてもいい時間だというのに。そうか、カカロット、貴様、事前に月を消してやがったな。月とか猿とか、何わけわかんねえこと言ってんだ。してやったりってところだろうが、そうはいかんぞ。満月の代わりになるパワーボール、それさえ作れば変身はできる。まさか俺様ができるとは思わなかったようだな。変身、ここからだ。はじけてまだれ。あっめあっめあっどうなってやがんだ。オーザのバキブル。と言っても下級戦士ならこの程度か。さっさと終わらせてやろう。この手で握りつぶしてやる。クリン、あそこだ。悟空、チャオズ、よく先頭なんて持っていたな。でも、テンさんが。
クリリン。仲間は回復してやらないのか。いや、弱い奴は見捨てる気になったか。ようやくサイヤ人らしくなったじゃないか、カカロット。最後の先祖はオラが。回復もできないならこれで終わりだ。貴様もすぐに仲間の元に連れて行ってやる。何？許さねえ。死んでドラゴンボールもねえ。あったとしてもクリリンは二度と生き返られんだぞ。お前のことは謝っても許さねえ。身の程知らずめ。髪の色が変わったところで貴様が俺にかなうはずがない。試してみるか。話し方まで変わりやがって、いちいち気に障る野郎だ。バカめ。オラの本気見してやる。そんなことはありえない。こいつが下級戦士のカカロットか、伝説のスーパーサイヤ人など、あれはくだらない言い伝えのはずだ。くそ、サイヤ人ナンバーワンはこの俺だ。スーパーサイヤ人になれるのは俺だけのはずなんだ。この俺が落ちこぼれの下級戦士に。俺がまさか引き返すことになるとは。もう二度と地球に来るんじゃねえぞ。この屈辱は忘れんぞ。絶対にサイヤ人の壁をカカロット貴様を超えてやる。父さん、一緒に行けないのは残念だけど、必ずドラゴンボール見つけてピッコロさんたちを助けてね。ああ、約束だ。おい、逃げねえでくれよ。別に取って食うわけじゃねえんだから。お？なんだってめえ、あいつの仲間か。それがレーダーにあったナメクセのドラゴンボールか。思ってたよか、でけえな。こいつが狙いってことはやっぱり仲間か。仲間って何の話だ。やれ！
りだ。この数値は。フリーザを倒し、あとは貴様だけだ、カカロット。さっさとスーパーサイヤ人になりやがれ。どうだカカロット、俺もなることができたぞ。伝説のスーパーサイヤ人にな。そうか、おめえがナメック星人を。みんなを生き返らせるにはベジータを倒すしかねえんか。さっさと貴様もスーパーサイヤ人になれ。この俺に殺されたくなければな。これがお望みなんだろう。そうだ、この姿で今の貴様を倒すことがな。チャックはやつ。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできなかった。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのだ。感謝するぜカカロット。それだけ強くなってもドラゴンボールを望む理由は何だ。それに対してナメック星人たちを殺しやがる。弱い者などこの宇宙に必要ない、そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうか、カカロット。話にならねえな、ベジータ。くそ、スーパーサイヤ人になっても
カカロットに勝てないのか。スーパーサイヤ人は激しい怒りと穏やかな心を持つ者がなれる。貴様が負けたのはその片方が欠けた半端なスーパーサイヤ人だからだ。それでまたとどめも刺さず見逃すのか。でもそれはお前に屈辱を与えるためじゃない。何？俺はいつでも相手になるぜ。強いやつと戦うのは好きだからな。カカロット、貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう。さらに強くなって必ず貴様を倒してみせる。こうして悟空とベジータの二度目の戦いは終わりを告げ、ナメック星を去るベジータを悟空は見届けた。そして悟空は願いを叶えて地球に戻り、仲間たちと再会を果たす。果たして孫悟空はどこまで強くなるのか。再び敵が現れてもきっとその限界を超えていくのだろう。